けどさ、どうもエンタメの兄貴です。それはね、この男は本職のラグビーを散々名前で利用して、ネタバレとプライドが邪魔しておじいちゃんみたいなこと言ってると、一気に増えるのか。イエーイ！こちらハース、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。こちらハース、信用が売りだ。純度 100% ヒップホップパック。成清です。たびたび、ありがとうございます。岡山と、まあ、福山、一緒に合同であのジャイアントキリングっていうのをなんかやるみたいで。トーナメントに出場してもらうという形になったんで、8人ですね。で、3回勝てば優勝。優勝は賞金は10万円なんですけど、まず優勝と絶対で。あ、ほんまいつだこの人もドンピシャだったし。65から70までであるみたいですね。まあでも体重関係ないんで喧嘩なんで、はい、かますんでお願いします。ラそれはありそうです。っちゃけだってヒロキのチャンネルでヒロキ好きでみんなやってるわけやろ。こいつが求められてるのってあの松井健とさ、なんか口喧嘩してたあんなめっちゃ回ってたやん。あればありません。ああいうのやと思ったピースに行きたいの。まあでもその初めだからさ、よろしくお願いしますって、お願いしますって、まだコーヒーでもって言ったら始まった時からこれっつって始まった。いや俺それが嫌やねんな。それノッコンそれできるやん。できるよ、俺も全部リアルだから。いや、こいつの話をまともに聞いたらダメだよ。ね、さっきも全て商売だからね、全て自分のメリット、全ては自分の外面、外に見せる自分の、その全て嘘だから。そうですね、何週間待ってめっちゃ性格悪いよ。何週間待って性格悪い。いや、もう兄貴がそんなん言うから、俺めっちゃ腹立って、俺めっちゃ込めてる。今のもそうやね、あの兄貴って言うやん。ああ兄貴ってそんな軽いんかなって俺は思う。いや、そう思うやん。俺、兄貴って呼んでんの、ゴリタさんだけやから。ツイッターでノッコン全然有名じゃない時にノッコンにちょっとコメントしたことがあるんですよ、うんうん、その時にあ、ひろきの兄貴って来てなんかこういうやつ嫌いだわ。あ、ごめん覚えてない。お前みたいなやつ兄貴って覚えてない。こいつやばい。そんな覚えてない。証拠出してないよな。うるせえなお前な。こいつ嘘ついてます。どこにでも語がスリスリのもう漬けとりとりの人生だから。俺そのヤクザの世界とかわからんからさ。だからそんな兄貴の重さは俺分からんけどさ。どうもエンタメの兄貴です。それは一番失礼かよ。いやいや、そういうのじゃなくて、なんか本ちゃんのなんか恋人とかそういう兄貴じゃないよ。あらあら、それはもちろん
はい、本当はでもノッコいいやつじゃんっていうのが面白かったのに、はいはいはい、もう初めからもういいやつになり下がっちゃった、うん、もうただのいいやつ誰が見んだよって、はいはい、確かに確かに、もうあの頃の虎の目を取り戻してくれよ、もっと性格の悪かったあの頃これもなんかもう本質が悪かったあの頃に戻ってほしい、はいはい、確かに確かに、マジいいやつになっちゃって最近なんかそういう場所がないですよね、でも逆に言ったら、うん、そのいやもうノッコンそういう場所があれば全然できる、なんていうんやろ、立ち位置が結構大きめっすもん、うんうん、え、どこどこって、うん、立ち位置が上やん、だいぶもうちょい上ちゃうかな、立ち位置がだいぶ強いなお前立ち位置が上やから、そうそう、噛みつけにくいし、ヒロミチャンネルのメンバーに入るからえ、こいつの下につくんですか、やっぱそれ戦わせし慣れまくりもらえますよめちゃくちゃ戦わせてせや、うん、めっちゃ鍛えられそうや、自分の半分ぐらいの体重のやつを相手にグローブつけさせた時のあの嬉しそうな顔、うん、絶対勝てるなんかでも俺は一応なんかこれ逃げやと思うんですけど、一応 K-1 ファイターって本職があって、まあバイトじゃないですけど、で一応 YouTube をしてるじゃないですか、けどなんか YouTube だけってめっちゃしんどくない、そんな、いやこの男は本職のラグビーを散々名前だけ利用して、漬け取るために秩父ラグビー場とかにたまに顔だけ出しときゃラグビーずっと語れると思って、漬け取りとか普通分かんないです、実際ラグビーに何にも関与してないよこの男ラグビー本職でもないやろ、今は違うもんね、あ昔はちゃんとやってた、この男は何がすごいってブレイキングダウンボブサップだっつってバゴーンって行くって過信しすぎて、はい、仕事まで辞めて、でスポンサーと YouTube でこれからはもう左打ちやだと思ってから YouTube がこうなったから、俺もうカッパエビセン食いながらゲラゲラ笑ってたからこれで食っていくのよ俺は、じゃあ五郎丸が来てくれるからさ、こっちから払わなきゃだよ、レベルが違うすぎて、五郎丸と喋っても面白くないっすよレベルが違うじゃん、臭いけどおっさんと大谷が下がるみんな五郎丸に行けないからノッコンで我慢してんだそんなもんなんです、ノッコンをラグビー選手として俺扱ってないそもそもディズニーランドのプーさんとデパートに着ぐるみじゃ、着ぐるみはみんな呼べるんだよこうやって、はい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 、体育館とかに着ぐるみですか、プーさん呼べないじゃんここ、なるほど、ミッキー来ないですもんね、来るわけないよそんなもん、そんな安い着ぐるみやったんかお前でもウリタさんはでももう今じゃもう完璧な立ち位置というか、なんか、うん、もうアウトローからしたら一番の成功例というか、うん、そうやな、ノッコンテラーと違って僕は真面目なんで絶対絶妙にズーズーしい多分俺とかヒロキ君のタイプは相手にこう空気が読めすぎちゃうから、はいはいはい、ここが違うからこのタイプと、はいはいはい、だから変に場を読みすぎて、あの我慢できるとこはいいっすよってやっちゃうと思う、なるほどね、だけど、ね、この男は今日の主催者にも車の中でちょっと食べ物買ってきてもらっていいですかって言いやいいのに、まずなんか腹減らない近くにいるやつにまずさらっと、はい、なんか腹減んねんな、言わんでいいのにね、リーチ腹減らへんって3回ぐらい言って相手からノッコンさんお腹空いてるんですか、いやちょっとパンかなんかとか言ってもうなんて言うんだろう、いやらしいな、ね、頼み方はいはい、全体の聞かきを相手に聞かせるって、ね、そうですね、聞かなあかんようになりますもん、そしてこのパンの量、いやだからDV の典型的なのが奥さんに対して旦那さんがなんかポン酢がないなとか言い出すんだって醤油取ってくれって言わないで、はいはい、醤油があったらなとか言って奥さんに取らせるやつが DV なんだ、ちっちゃいマウントをこう取っていくみたいな、でもこれよう考えろ、でもよう考えたらでも僕が悪者だって、お前仕事できてお前キャバクラ行ってこんなもんまで買いに行かしてるやつからパン屋なんだ、いや僕が悪者だってみんなにパンだって食べれるわけじゃない、何でこんなさっき食べてましたよさっきめっちゃ食べてましたよ、この中で一番甘いパン食べてました、スパシストはパンじゃないんだよあれはツイストでやってる、そういうこれですよ、皆さん食べれたらでもじゃあね、逆にうわーって人がなるような人らが、うん、山ほど積み上がったパン食べてる何してんのかなと思ってあ、そう、なんかそう、やっぱり、でも YouTube とかでほんま、本ちゃんでやってる人、 YouTube だけでやっていこうっていう人らは、うん、SNS を本気でやってる、マジで、うん、すごい、妥協なしでやってる、そう、やっぱTikTok か YouTuber ってなんかもうインフルエンサーやね、俺らでもインフルエンサーって言葉めっちゃ嫌いやけどな、俺なんでなんそれ俺も嫌いや、ハングレっていう言葉、いや、ハングレやそうやってこだわりとプライドが邪魔しておじいちゃんみたいなこと言ってると一気に取り残されるイエーイ俺はだ嘘でもインフルエンサー最高って言っとかないと、いや、なんかそこにこびった自分ダサいなって思っちゃう、お前でも YouTube やってるよ、俺は、じゃあ俺
心がはっきり言うよ。俺が言うことによってヒル君がここやりやすくなる。いや確かに。いや今ほんま吸ったり。なぜならインフルエンサーマジ最高っすよ。インフルエンサーただ単にただ単に今の時代をのただの生き方であって、だから標準装備してんの全員が、すべての人が無料でできる SNS を標準装備しちゃってるの、もう X にインスタに TikTok に、でそれって無料でできるただの自分のプロフィールみたいなもんだから、それを使いもしないであれねやってるやつらとかって言ってると、本当楽々本さんおじいちゃんになっちゃうんだよ。よ、マジで。よ兄貴、インフルエンサー最高。インフルエンサー最高。みんなやってるからやばいこいつ。なんかオープニングめっちゃかっこつけるんですよ。ね、ケンタラケンタラ。こちらハス信用が売りだ。だからこっちオープニング。青森がマジで。俺がさやって。そもそもみんなの感覚やけど、ヒロキがインフルエンサーじゃないっていう感覚ないと思う。そう。だから多分ヒロキ君がこだわってるだけで、そのこだわりって矢沢一とかだけがやってるみたいな。矢沢クラスがなんかいやなんか。ね、矢沢はみたいなこと、俺はいいけど矢沢はみたいな、俺はしたくないみたいなこと言ってるけど、ガッツリやってるイメージありますよね。そうそう、俺らのレベルでそんなこと言ったところであの勝手に仕事になっちゃうからそのこだわり知らねえ。確かに、まあ、プライド邪魔っすよね。そう、今年ちょっと頑張ろう、うん、やった方がいいって。あとあのオープニングやっぱ変えた方がいい。ちょっとカッコつけて俺はラッパー、カクトーカー。こちらハス信用が売りだ。もう女装とかでやってみれば始まりました、喧嘩自慢とか言ったら口紅で女装で、めっちゃいいっすね。それをサイレントでやるんですか。だから、いや、すべてのそのこだわりとか、すべての足かせになっているその謎のイプライドの格好さね、それで突き破るための、いや、わかるっすよ。それで僕、女装して撮って、うん、これで、もし、あ、ウリザさんがあ、こいつ一皮むけたなって認めやなと思ったら、俺、笑ってまう。無理やん、それは。いや、でもこうやって言われて俺が女装したら、なんていうん、ウルザさんはやっぱ想像するやん、女装するときに。あ、そうやね。で、オープニングで、はい、どうも、ゆるきたいですって始まったときに、ウルザさん見てますかってやっぱやってまおう。でも多分メンバーが爆笑だと思う。メンバー爆笑。あいつバリスマオやんってなるじゃないですか。ウルザさん、あのウルザさんでも、あの女装して歩いてますよね。俺吉永が女装させて。二人で女装してなんかやってるしてんねんから。あのアウトサイダーの。絶対断ってくると思ったんだから、ケイトスケ。断りそう。だから私たかつら普通にかぶり出したから。いや、そこにやっぱ振ってるんですよね。そうですね、やっぱりそうなんじゃない。確かに確かに。疲れ。またね、いや、僕かかったかなと思って。よっしゃ、言おうとした。俺的に引き上げだろうなと。はい、ちょっとまたハービー出てくださいよ。あの、あんなファイト見せられたんです。あの、なんだかの裏話なんですけど、僕とその桜井さん、あの、はい、で話しとって、次のほんま大会で桃太郎くん出てくれるんやったら、成清くんとやろうと考えてたんですよ。めっちゃ。で、出して、めっちゃいいなってなって。全然、全然出るでしょ。出てくれたら。ぜひ。ありがとうございます。いやいや。まあ相手プロだし、わし素人だしだろ。もうプロやらんすか。いや、やるね。プロ勝つのはやっぱプロだからね。そういうことだろ。知らないんですけど、悔しいですね。いや、タイも来てくれて、ヒロキも来てくれたのにな。一生もせんっていうなら、いや、ジョイ絶縁、絶縁状態もらえば絶縁かもしれない。まあでもなんか盛り上げるっていうのは役割っていうかあれだけど、勝たなきゃ意味ないよね、これは。まあでも気持ちはあるんよ、みんなに。いやいや、ここで会に行ってもらわないけど、まあ、やっぱ会じゃん。やっぱ会。悔しい。久々に悔しいっすわ。ひろきの元でちょっと修行しよう。今日は、岡山ジャイアントキリングさんにお邪魔しました。うちのチャンネルじゃないけど出た人からしたら、成清くんとジョイ、うん、ジョイはあいつ強ない。いや、ジョイ強いですね。いや、僕ファイトスタイルめっちゃ好き。めっちゃ好き、うん、ガチガチいくもんな、うん、よう倒れんかったよな。いや、めっちゃ気持ちいい。あれ、あれね、うちのハービーで切ったやつが開いたみたいな感じで、あいつ、だって相手プロのチャンピオンやからな。あ、そうなんですか。あの、ダブルクラッチっていう、はいはいはい、新人王のチャンピオン。へー、あれ、ちゃんとやったよな。まあでもやらんやろな、ジョイ。ジョイやし。
上位でしたね。まあでも今回ちょっとレベル高かったな、岡山格闘技な。いやー僕面白かったですね。だからさ、ちょっとあんまさ、こう光当たらへんやん、いつも、うん、岡山とか西の方って、うん、こんだけやっぱレベル高い試合多いねんから、もっとなんか日の目浴びるというか、 YouTube もそうやし、ちょっといろいろ行きたいね。うん、しっかりしましたね、はい、なんでちょっと今回、ジョイが負けたあのチャンピオンのコートは鍵が、タイトルマッチして もう進め、階級がちゃう、進めよ、何なん進めよ、他で進めよ次の動画からかな、ちょっとブラフイーターの情報とか解禁していくんで、皆さん応援のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。回も出るやん。